タトラ T3 タトラ T3R タトラ T3R はかつてチェコのプラハに存在した鉄道車両メーカーの KD タトラが製造した路面電車車両。同社が展開していたタトラ T3 をもとに車体設計や機器の近代化を実施した形式である。ビロード革命による民主化やビロードリーコンによる分割を経たチェコやスロバキア各都市の路面電車は 財政難が大きな課題となっており、新型電車の導入と並行して既存の車両の車体や機器の近代化が積極的に行われた。その中でチェコブルノで路面電車を運営するブルノ運営会社はチェコスロバキア時代から長期にわたって路面電車車両の製造を行っていた KD タトラにボギー車のタトラ T3 の近代化工事を依頼し、 1995年に一両の更新が実施された。これを受け、KD タトラは当時すでに製造を終了していた T3 の需要が未だ高いと判断し、この更新車両をもとにしたモデルチェンジ車両を新たなラインナップとして展開することを決定した。これらの車両はまとめて T3R と呼ばれる。開発にあたり重視されたのは、 従来のタトラ T3 と比較しての運用コストの削減、保守の手間の軽減、快適性の向上であった。車体形状は従来の T3 を元にした設計を取り入れたが、全面形状は近代都市を意識した新たなデザインに変更され、インダストリアルデザイナーのパトリック・コタスによって設計された。この全面デザインは以降近代加工時が施されたタトラカーにも多数、 採用されることとなった。車内は運転室と客室が仕切りによって区切られる構造になっており、座席は進行方向を向いた一人掛けの布張り座席が左右に一列ずつ配置されていた。上行扉は折り戸ではなく両開きのプラグドアが用いられた。電気機器については制御装置が従来の抵抗制御方式から電気し、直波制御方式に変更され、 消費電力が大幅に削減された多保守の簡素化も実現した。装置はゲートターンオフサイリスタ方式の TB8 型と絶縁ゲートバイポーラトランジスタ方式の TB14 型から選択可能であった。補助電源を供給する電動発電機についても定格 600V、24V の静的コンバーターへと交換された。また、運転台のモニターから 機器の状況が確認できる管理システムや情報通信システムも搭載された。1659,1660T3R の最初の導入先となったブルノシデンには、まず1985年製のタトラ T3 サックスの部品を用いた機器流用車が試作車として一両製造されることになり、1995年に完成した後1996年に、 ブルノに到着し、試運転を経て、翌1997年3月から営業運転を開始した。続いて1996年4月から、新造車両が運用につき、翌1997年まで20両が導入された。これらは電気機器として t b 8系制御装置を用いており、新造車両は同形式と2両編成を組んで使用されている。 保存されている8205の全面チェコの首都、プラハのプラハ支電には、1994年から1998年にかけて、同支電の修理工場で、タトラティさんの台車や機器を流用した、タトラティ 3R が一両試作された。制御装置には、ブルノ支電同様、GTO 素子の TB8 型が用いられた。1999年4月から、 営業運転に使用されたものの、故障が頻発し幾度も運用を離脱した結果2005年に廃車され、翌2006年に解体された。ただし、先頭部分は残存し、以降は修理工場前に保存されている T3RF。ありがとうございます。